YouTube 皆さんどうも KP です。監督です。ベスト GT さんのコラボが3本目で完結ということで、まるでチャイルドプレイだね。ちょっとよくわかんないですけど、まあそうですね、今回で最後ということでね、あのレスター GT さんのね新作のね、BMW を見せていただくということで、まああれなんですよね、ナースまあだから説明しないとね、わからないとこがそのヨーロッパ車の悔しいところっていうのをね、カバちゃんさんがね言ってたんで、まあぜひねよく見ていただけたらねいいと思います。みんなヨーロッパ車にもっと興味を持ってほしいということですね。そういうことです、そういうことです。じゃあ最後までゆっくりとご賞味あれ。チェックイットアウトメン。見えてるのか見えてないのか。めっちゃ見えてます。あ、見えてる、はい、あ、そう、本当にちょっとさ、他のチャンネルで出るのはね初かなと思うんですけど、本命の車を紹介してもらおうかと思います。はい、ちょっとオーナーさん呼んでいいですか。はい、いいですか。平沢さん、かばちゃん、お世話になってます。改めて。お世話になってます。これがやりたかった。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、まずまず本当ありがとうございます。いや、ありがとうございます。はい。YouTube をご覧の皆様、はじめまして、レストア GT です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんかこっち一本目みたいな勢いしてます。間違いない。確かに確かに。まあ、プロ YouTuber なんでね。あ、そうそう。五本目の。そうですね。車を撮らせていただけるということでね。はい。ですが、自慢してもらっていいですか。あ、自慢ですね、はい。まあ、カスタム箇所だったりとかちょっと教えていただきつつ、はい、まあ、普通の方が見たら何やこれと、うん、P36 の株やないかと、そう、そうですね、と思うんですけども、これ実は中身、まあ、足回りから全て M3 っていう、はいはいはい、BMW の M って分かります、分かりますかね。一番こう、ね、皆さん、はい、M 社が作った一番いいグレードというか、はい、まあ、ほぼレーシングエンジンに近いエンジンが乗ってる、はいはいはい、で、エンジンがもう全然全く別物なんですよ、ノーマルとは。それを全部スワップしてあるという、う、足回り、エンジン、ほにゃららほにゃららで、そうですね。で、これはもともとヨーロッパの方ではあるんですよ、はい、コンバーシブルの M3 っていうのがあって。へー、そうなんですね。そうそう、北米でもあるんですよ。で、北米仕様はエンジンが全然別物なんですよ。へー、ノーマルエンジンベースをパワーアップして、パワーアップしたのが US 仕様の乗ってて、それでも一応 M3 ってなってるんですよ、はいはいはい、だけどこれは本国の S50 エンジン、あ、はいはい、M3B って言われてるやつが積んであるんです。なるほどなるほど。で、日本では正規で入れてないんで、はいはい、それを再現したっていう。ああ、なるほど。ちょっとエンジン見せてもらっていいですか。ありがとうございます。普通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 の、おお、どうですか。ギュッと詰まってます。ギュッと詰まってますよ、ギュッと詰まってますよ。これでも自分たちの動画見てもらったら分かるんですけど、はい、結構エンジンの中やっぱすごいんですよ、はいはいはい、ポートだったり、はい、吸気側のポートだったり、はい、あとこれ見えないですけど、駅マニが、ごめんなさい、はい、駅マニがあるんですけど、はいはい、駅マニもかなりしっかりしたものが頭頂のやつくっついてて、はいはい、かなりやっぱ金かかってんなって感じの作りしてます。なるほどなるほど。 BM が金かけて作った。そうそうそう、ね、これめちゃめちゃレスポンスいいんで。あ、ほんとですか。マジでびっくりしますよ。ちょっとかけてみます。あ、はいはいはい。あ、グループ M、 グループ M、 グループ M、 グループ M。 ワイパー動きましたね。ワイパー動きました。ワイパーのレスポンスは確かにめちゃくちゃいいです。ほんまほんま。電子スロットルになってるんで、あ、ここまでこうブンブンならないんですよ。そっか、なるほど。でもローライダー要素もちょっと取り入れてるんですよ、実は。え、そうなんですか。はい、どこ、ね、このパイピングだけ。パイピングだけ。ウォッシャーのパイピング。なるほど、ね、ここ確かに見えないけど、ウォッシャーのパイピング、ね、確かに。さっきここパッて見た時にこんな感じのやつって普段ついてたんだっけなっていうのはちょっと思ったんです。ここだけローライダー要素。なるほど。サイドを行ってみますか。サイド側ちょっと見せて。サイドですか。このホイールあれですよね、はい、動画で。そうです、これ。リバレル。リバレルスタート。リバレルっていうんですかね。リバレル。リバレル。レルレルこれ純正のあのホイールを切って、はい、作ったやつです。海外の方がやっててそれを真似したんです。あ、はい、すいません、2番センチでありがとうございます。リム
をちゃんとドイツから取り寄せて。そうですね、はい、あこれステンレスなんですよ。あ、ステンレスなんですか。これステンレスリムなんですね。ラディノックスっていうらしいですよね。ラディノックス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 。今日のお勉強ポイント一つですね。あれ、これ足は車骨頂なんですか。これ足車骨頂っす。ええー。いやでもこれそう山梨仙台市と思ってたら、はい、車高高かったんですよ。他の車が低すぎちゃって。みんなもっと低い。あれハイラックスサーフに見えるっつって。ちなみにこれリアこれ三陸乗ってる人だったら分かると思うんですけど、これ普通にここまで落としたらアームルックしてるんですよ。こんなに落ちないんですけど、これアーム格好してあるんですけど、それでもみんな低かったよ ね, たね。これよりも低かったんですか。みんなもうみんな低いっす。まあ優しいっていうのもあると思うんですけど、説明しないと良さが分かんないっていうのが悔しいんですよね。あ、まあ、渋いんだけど、はいはい、ユーロ車ってそうですよね。説明しないとなかなか。でもこれフェンダーも叩いてるんですけど、純正っぽく作ったんで。そうですね、綺麗に出てますよね。あんまり全然普通なのかと思ってた。そう、分かんないように、はい、じゃあリア見せてもらいます。そうですね、リア見せてもらいましょう。かぶっちゃうか。特にないな。かぶっちゃうな。特にない。特にないですね。まあマフラーがね。あ、まあそう、マフラー作ってるんですね。みんなこう、USDM ってあの当時あっちのレース車両がみんなこういう風にハス切りになってるんですよ。あ、なってたかもしれない。そう、スーパースプリントとか、ああいうのとかって全部こういう風にハス切りになってるんですよね。まあそれをちょっと。あれですよね、190とか。そう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 、こういう風になってるんですよね。はいはいはい。これ吸気側可変するんですよ、はいはい、ホンダの VTEC ですね。あんな感じのイメージですね。へぇーバーンバーンなりますね、VTEC バーンみたいな、あんな感じのかなり気持ちいいです、これ。じゃあちょっと次は内装をね。あ、内装ですね。ちょっと内装見せて。これシーケンシャルなんですか。いや、これ普通の H パターンです。あ、へぇー、あ、それがそう、ぽい感じになってる。ぽい感じになってる。かなりショートストロークになってるんで。IRP みんな雰囲気で覚えていきましょう。雰囲気でぽいやつみたいな、はい、これ何、これはなんかレーシングなんですかね、これ。本来はそれあの引っ張るやつですね。緊急時に車体を引っ張るときに車体を傷つけないためにつけとくためのベルトなんですけど。すごい。これもアルミのやつを塗って。アルミだよ。大体三六ここ下を引っ掛けて、はいはい、みんな取れてるんですよね。そう、もうバキバキになっちゃってるんで、まあ、結構シンプルに、うん、これ内装も全部黒内装、最初ベージュ内装だったんですけど、ベージュだったんですか。そうだけど、これは革はシートは黒だったんですけど、はい、内装がベージュ系だったんで全部これ買ってきて、カーペットもね。そう、大変だったね。クーペとこのカブリオレってここのサイドシルの厚みが違くて、はい、全然共通じゃないんですよ。同じ2枚ドアなんですけど、それが違って大変でしたよね。大変でした。あー、あとこれね、ラフィックス GTC ね。あ、ラフィックス GTC っていうの。そうなんですよ、これ。おー、なんだっけ、ムーンさん。そう、ムーンテックさん行った時に、はい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 、これ見て、あ、欲しいと思ってすごいつけたっす。本当はこれバケットシートだと出づらいからこれやるんですけど、はいはいはい、全然セミバケで出やすいんですけど。いいなー、やっぱコンバは買おうかな。ね、コンバはいいっすね、やっぱね。この平らが好きなのよ。ね、うん、このシュッってなってる。これ平ら通称あれですよね、スリッパですよね。スリッパ。あ、スリッパ。めちゃくちゃスリッパみたいな。なるほどなるほど。これ色はそういえば何色っていうんですか。これ色は86スバルの86。ほう。スバルの86。そう、86。あの BRZ。BRZ も。こんな色あるんですか。こんな色限定色であって。まあこんな感じです。です。まあこんな感じですし。こんな感じです。こんな感じです。大変だったんですよ、でも。大変さがね。ガラス全部外して磨いてあるんで、これなんかから。あ、磨きでもうここまで綺麗に。あ、そうそう。すげえ汚かったのを割って全部やってあるっすね。あ、でも空割りしてた気がするな。結構手間かかってるんですよ、これ。結構大変だったんで、全部バラしてるんで。これはもうあれですか、売りとかはしないの。あ、売ります。あ、売れるんですか。はい、なるほどなるほど。売ります。速攻売りますんで。あ、興味ある方は。はい、ただ出してないですけど、もしいれば、ね。あ、なるほど。ちなみに参考価格は、はい、参考価格450万円で。あー、11万円で買ってきた車を450万円で売ろうと。これ11万円で買ってきた車ですか。あ、そうそうそう、これ11万円で買ってきてるんで。マジっすか。はい、なるほど、あの車だ。あ、そう、あの車だ、あの車。車体代よりエンジンの方が高かったもんね。高いっすね、全然ね。なるほどなるほど。じゃあ
ありがとうございます。ありがとうございました。まあちょっとまた一回あっちも。そうだね。じゃあ、試乗会は以上です。締めということでいいですかね。スペースバイにしてもらえます。あ、やりたいやりたい。はい、ということで全部が終わりました。はい。いろ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 とで全部が終わりました。はい、はい、すいません、撮影ご協力いただいてありがとうございました。いや、ありがとうございます。本当寒い中させていただきまして、本当にお忙しい中、大都会埼玉へありがとうございます。本当に最初ちょっとね、合ってんのかって思いながら入ってきましたけどそうですね。そう、まあ、でもあのちょっとねスロップ動画で見てたことあったんで、ここやっていう確信に入ってましたけ ど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。僕たちも遊び行かなきゃいけないですね。そうですね。ほっと、来てくれるんですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2年後ぐらいには絶対行きますんで。お待ちしております。すべてが終わらないように。すべてが終わらないようにね。お待ちしてます。はい、どんな感じでね、皆さんには楽しんでいただけたかなと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。スペースバイしましょうか、じゃあこれで。あ、すいません。じゃあ、これはこれでね。一回一緒に。はい。どうですか？今日は大丈夫ですか？スペース。おじさんちょっと分かんない。逆ですね。あ、分かんない。キラーは向こう向きですね。今の絶対使ってくださいよ。いや、とスペース、スペースバイビー、バイビーですね。はい、いいですか。誰にも負けない。勝って、うん、いきますよ。はい、せーの、スペースバイビー、バイビー、スペースバイビー、スペースバイビー、お世話になります。